先日コミュニティタブにてアンケートを取りました。結果はご覧の通り、歌ちゃんになりました。それではどうぞ。というわけで使いたい方にかけらぶっ込みました。白馬編。メダルをつけましょう。メダルは最後に紹介します。リーグに行きましょう。白馬の強みはダッシュ速度。お宝ゲージが 50% 以上の時、ダッシュ速度が100増加。ダッシュは許せません。オリニア街道の強化に対して強いです。白馬のスキル1は、ワークからの連続蹴り。気絶状態を付与します。ダッシュ時の回復がない代わりに、気絶状態を付与した時に回復します。スキルを当てた瞬間に体力回復も攻撃もするので、優位から戦えます。そして白馬のスキル1、差は超えれます。距離は分かれエリーと同じです。そして誰かしらが制御されるたびに短縮されるため、回転率がものすごくいいです。あと敵陣で戦いましょう。気絶状態を与えることでダウンさせないので、よろせ無効を使わせずにオリンと戦います。ちなみに体力が8割を超えていると、スキルで使用時に一度確率で気絶します。80を超えていれば全状態以上の効果比がなかったなので、ちゃんと体力管理しましょう。使いこなせば残すようキャラです。最後におすすめのメダル編成は、この2枚です。先日登場したベビチョッパーとホールケーキチョッパーです。ホールケーキ持ってない方は鳳凰院メダルを推奨します。理想はこの3枚です。チャンネル登録よろしく。